スラックラインスラックライン細いベルト状のラインの上でバランスを楽しむ遊びである。バランス感覚や集中力などを鍛えることができると他のスポーツのオフトレーニングとしても幅広く使用される。設置する場所、テンション、長さ、目的によって様々な遊び方ができるのが最大の特徴である。ラインの伸縮を利用しアクロバティックな技を行うトリックライン。 緩く長いラインの上で歩行を楽しむロングライン、高所で精神的なコントロールが求められるハイライン、水面で楽しむウォーターライン、全くテンションを張らずに乗るロデオライン、スラックラインの上でエクササイズを行う、スラックラインフットネス、ヨガを行うヨガスラックラインと様々である。一般的には木と木の2点間にスラックラインを張る。初心者は安全面から、 長さ3から4メートル、高さ30センチメートル程度のスペックから練習することが推奨されている。室内用器具のスラックラックも市販されている。動きやすい服装に足元はスニーカーもしくは裸足が推奨されている。まずは立つ練習から行い、立てるようになれば足を入れ替えることで歩くことが可能となる。この時に勢いで歩くと踏み外してこけてしまう場合があるので。 注意が必要である。ありがとうございます。